すごい。まあまあまあ、まあ、サクッと終わらしますよ、はい、あの二頭筋の鍛え方まずですね、まあ気になっている方も多いと思いますね。もちろんここ二の目出すことは、まあ、夏、はいはいはい、もう過ぎてしまいましたが、ノースリーとか来た時にね、こうプルプルしてるのは嫌だという女性の方が多かったりするわけですよ、うん、その中で鍛えると言ったら、まあもちろんダンベルを持ってね、ここでさ、はい、こうやってやることも、うん、もちろん二頭筋ですよ。でもやっぱりなんといってもパンプアップ腕立て伏せが、ほうほう、まあ有効なわけですよね、うん、でその中でも二頭筋と三頭筋両方いっぺんに鍛えちゃうということで、まあよく見ますよね、高校のねこういうところでさ、この裏をね鍛えるという、これを皆さんもね、今できる方がいれば、もう地面でいいです。地面のこういうところにこう腕を置いて、こう、こういうことで、わかります？これをやっていただきたい。いきますよ、はい、皆さん、見てる方も一緒に、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8。ということでですね、いやちょっと恥ずかしいな、寄るのはなしですよ千葉さん。ちょっとそれは気持ち悪いじゃないですか、なんかいきなり腕のアップっていうのは、こんな予定じゃなかったんで、僕も結構なそこで照れるの受けんな。まあこういうやり方があるという、なそうすればね、まあ軽く見ると三頭筋、まあ三頭筋やっぱ気になってる方多いんでね、女性は。まああとは本当にペットボトルなんかはね、持っていただいて、ここでこうやってやっていただくのがベストですね、この二頭筋には。ということで、これからもね、ルイトとトレーニング、たまにこうやってもうタンクトップになることはもうないでしょう。初回ということでやらせていただきました。アメリカの通販番組みたいって言われてる。ヒロナさん、なんてシュール。まあね、こういったトレーニングも今後やっていけたらなと思います。いいね、こう番組最後にこう一つのトレーニングを紹介する。そうですね。ちょっとね、もうちょっと時期が早ければよかったんですけども、こうやって体操のお兄さん、シェイプアップをして、こういうね、ストラボもいいんじゃないですか、たまにはね、ね、いいと思う。見てる方も一緒に動けるという、うん、まあ、ルイトとトレーニング、こういうものですかね。あー、13分になってしまいました。本当だ、通販番組。セットもちょっと通販番組っぽいんだよね。あー、なるほどね、オファーの感じがね。これを毎回最後にやれたらいいですけども、あー、終わりんですかこれ。嫌な、なんか嫌だな。もうだいぶ満足されたんじゃないですか。なんか喋り足りない。まあでもいつかね、またあんまこう初回でこうやりすぎてね。そうですね、うん、そうですね、なんか言っときたいな。なんかありますか。いや、15夜ですよね。ああ、そうか、15夜だね。15夜ですね。あれ、15夜負けてるんですか、僕なんか。じゃあトレンドとか15夜に負けてるよ。負けてる。うん、15夜に、ね、うわ、強っ。そうだね、15夜強っ。中秋の名月、15夜お月様が今トレンド入ってますから。すごい今満月ですもんね、結構。あ、そうなんだ。うん、スーパームーンが明日でしょ。え、そうなの。確か明日だったはず。スーパームーンっていう、なんか月がね、すごいでかく見える日。あれと、なんだっけ、月食が被るんだっけ。あれ違いましたっけ。と、なんか月食がなんか被るんじゃなかったっけ。誰か知ってる方教えてください。そうそうそう。なんかすごい、月食と被って、次来るのが2033年とかになるとか話だったはず。あ、明日スーパームーンだ。ね、スーパームーン名前かっこよすぎません、スーパームーンって。あ、10円に負けてるんだって。え、今日なの。いやー、まあ、いい時間になってしまいましたか。そうですよ。じゃあ、はい、そうですね、まあ、ご褒美もなかったですしね。そう、ご褒美なかったし。まあ次回ね、何かやりたいこと、うん、なんかあったらな、なんかやってほしいことなんかもね、皆さんからいただいたら、ね、リクエストとかも、うん、
つぶやいていただけたらねいいですけども、うん、あお一つやりたい企画お今言っちゃっていいですか。どうぞ。あのこれトレーニングなんのか分かんないですけどピンポン玉のさ、うん、投げてさかっこよく入るやつ。何それ。知ってます。かっこいい動画系のやつ。あ、何回もチャレンジして成功するやつだ。あーいいねいいね。あれたあれまあ1日多分ロケするじゃないですか。何かしらずっとずっと僕、まあ、置いてあるカメラのところでポエって投げるわけでしょ。ポンポンポンって入るやつ何パターンか撮って、あとは放送日この1時間の中でずっと投げながらトークします。投げながらトークします。いつか過去まで入ったのをみんなで動画撮ってそれを見る。入ったっていう喜びが見れるじゃないですか。なるほどね、はい、奇跡の1回をこう放送中にやる。まず1時間のうち入るかどうかみたいな。入んなかったらどうすんの。入んなかったらすげえ、入んなかったらすごい空気になるぞ。そうですよね。結局入んねえのか。怖いな。あーそっか。まあでもいいけどね、その奇跡の1回って、ね、奇跡の1回ルイトとピンポン。ルイトとピンポン。ルイトとピンポン。インターホンみたいになっちゃう。まあ時間はかかりそうですが、まあ、あとはなんか筋トレ系ですかね。やっぱねトレーニング系、ボルダリングなんか。まあね、そうスポーツ系は今回いろいろ企画上がってね、うん、あのできそうなやつもいっぱい実はあったりしますからね。まあロケに行かずともここでできることも考えながら、うん、ぜひ今後やっていきたいなと思います、はい、ですね。はい、もう終わりの時間になってきたのでね、はい、告知させていただきますか。しましょう。なんと先ほど僕ブログでも、うん、と告知させていただいたんですが、本日18時よりアミューモバにてルイトと〇〇を、記念したスペシャルコンテンツルイトと電話が公開されております、はい、皆様、ぜひ聞いていただけたでしょうか、ね、まだの方はこれからもまだね撮れるのは聞いてください。これ本当に収録をねこう置いてあるマイクで、うん、こう本当に電話持ちながら何喋ろうかなっていうトーンで、あの、あ、はよ、みたいなリアルトーンで撮ってます。それ気になるわ。恥ずかしかった。結構シュールだね。いや、結構シュール。個室にマイク置いてあってそこに一人で電話してる風ですよ。普通に廊下で喋り声聞こえてくるんですもん。あのね、撮ったね、ルイトとの電話が着信があったような感覚でお楽しみいただけるボイスコーナーとなっておりますと、はい、スマートフォンから視聴が可能ですのでぜひアミモまでチェックしてください。はい、そうですね。あと、あれですね、スーパーハンサムライブの DVD ですか。そうです。復習 DVD ボイズ B ハンサムが発売決定、はい、ハンサムの DVD が出るということです。去年のそうです。これはですね、可能な限り収録したディスク1と過去のさまざまな映像をもとにハンサムの成長の過程を収めた10周年記念のディスク2との豪華2枚組となっております。2枚組でございます。発売日は2015年11月18日、はい、来月、再来月、はい、うん、また復習 DVD ボーイズ B ハンサムの発売を記念して発売日直前の11月15日日曜日にラフォーレミュージアム六本木にて先行上映会を開催決定、はい、はい、詳しくは、まあ、ハンサムの公式ホームページをご覧くださいということで、はい、はい、こういったイベントもやるということです ね。そして大事なのは僕の舞台があります。ミュージカルヘッツアップというミュージカルが、はい、11月13日から、神奈川カートの劇場でやらせていただきます。こちらはですねすごく豪華なキャストさんと僕出させていただきますのでぜひね11月13日から11月23日までやっております。地方も行きますので、ぜひぜひなんかチェックしてください。お願いします。いやー、ついに終わってしまいます。ルイトと〇〇、はい、次は次回いつ会えるのかな。そうね、最後にね、ちょっと拾っていいですか。あ、そう、どんどん。あ、ハンサムの DVD 予約しましたと。ありがとうございます。それからさ、ヘッツアップ楽しみにしております。ぜひ見に来てください。あ、ぜひ来てください。カート行くよ、ありがとうございます。ふう、見に行くよ、ありがとうございます。大阪、地方に行くのね、確か大阪の方もあったはず。そうだ、札幌でもやるんですよミュージカル。そう、